エーゲルスバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州オフフェンバッハ軍の町村である。エーゲルスバッハは、オフフェンバッハ軍を構成する13市町村のうちの一つである。この町は、ラインマイン地域内、マイン川南岸に位置する。フランクフルトアムマインとダルムシュタットとの間にあたり、高度は、海抜117メートル、町内をトレンクバッハ側が流れている。 町の面積は14.28平方キロメートルで、あるが、このうち、約10平方キロメートルが、森や緑地あるいは、工作地によって占められている。エーゲルスバッハは、北と東はランゲン、南は、軍独立市のダルムシュタット及びダルムシュタット D 軍に、属するエルツハウゼン、西は、メリフェルデンバルドルフと境を接している。エーゲルスバッハは、1275年に、 初めて文献に記録されている。この村は当時、ファルケンシュタイン家の所領であったが、これはおそらく1255年にハーゲン・ミュンツェンベルク家から相続したものであると推定されている。1486年にファルケンシュタイン家の男結家系が断絶した後は、イーゼンブルク博がエーゲルスバフハを相続した。1526年、この村で宗教改革がなされた。 イーゼンブルク博は1600年にエーゲルスバッハとランゲンを含むアムトケルスターバッハをヘッセンダルムシタットホーハクに売却した。エーゲルスバッハはこれ以後ヘッセンに属すこととなった。1705年にエーゲルスバッハは固有の教区となった。それまではランゲン教区がエーゲルスバッハを含んでいた。1732年にエーゲルスバッハが属していたレンガーマルクが分割され、 マルク全体の1、3がエーゲルスバッハとして分離された。1821年にアムトケルスターバッハは解消され、エーゲルスバッハは1832年までラントラーツベチルクランゲンに属した。その後エーゲルスバッハはオフフェンバッハ軍の一部となった。1873年に鉄道フランクフルトアムマインダルムシュタット線の駅がこの村に建設され、 1955年には飛行場が建設された。エーゲルスバッハの人口は、1834年には1291人であったが、その後急速に増加し、1939年の人口は3695人であった。1987年のエーゲルスバッハの人口は9089人、2003年12月31日現在の、 それは9689人であった。1987年から2003年までの間の人口増加は600人、約6.7%であった。その後2008年3月半ばに人口は1万人を超えた。これは主に新たな住宅地、イムビウールの建設によるものであった。エーゲルスバッハの町役場エーゲルスバッハの町議会は31議席からなる。 ユルゲン・ジーリングは2012年6月20日1 2年間町長職を務めたルドルフ・モーリッツから町長職を引き継いだ。ジーリングは2012年2月5日の決選投票で61.9%の票を獲得して当選した。エーゲルスバッハ飛行場、ラインマイン地域の中央に位置するこの町は交通の便が良い町である。マイネッカー鉄道の路線は ラインマイニエスバーン号のフランクフルト、ダルムシュタット間の路線として利用されている。連邦アウトバーン A661 号線及び A5 号線に面しており、フランクフルトジャンクションを経由してフランクフルト空港へも短時間で行くことができる。エーゲルスバッハ飛行場はドイツで最も交通量の多い飛行場である。公式な名称はフランクフルトエーゲルスバッハ飛行場である。 ここから国内外に出発することができる。年間約7万2000便がこの飛行場を利用することでフランクフルト空港の過密化が回避されている。この飛行場は国際空港の機能を保管するものである。この飛行場の経営はヘッシュッシュフラグプラッツ GMBH イエールズバックである。北緯50度00分統計08度36分の春節湖の近くに アメリカ軍の送信所であるエーゲルスバッハトランスミッターファシリティがあり、様々なアンテナが立っている。エルンストロイターシューレは2003-2004の学年末で廃校となり、ランゲンのアルベルト・アインシュタインシューレに統合された。ありがとうございます。